そこからマルチプルアライメントですね、複数の配列をアライメントするところに持ち込んでみようということをやっていると思います。で、類似配列の解析というのはですね、未知の配列、未知配列決めたよとか言って、ちょっと未知の配列が出てきたときにですね、それを問い合わせの配列、クエリとしまして、配列ライブラリ、データバンク全体、あるいはチップに対して、いった配列が高いなって、そのあたりは探していきまして、こんな膨大な配列数と塩基数に対しては、当てていきまして、で、類似なものがあったら返していく。変更配列は変オリとサブジェクトを取りますが、クエリを投げてバーッと探してサブジェクトを返してくるというのが類似配列になったわけです。で、返ってくるものは何かというとアライメントというやつが返ってきます。で、配列の類似な場所に沿って、あるいは複数それ以上の配列を並べるということですね。で、アライメントというのは配列の比較、すなわち配列のどの部分が似ていてどの部分が違っているかというのを見出すことになります。でこれは典型的なブラストのアウトプットの一部分ですけれども、問い合わせ配列がこのクエリーといって上の方に並んでいるんですね。で、これに似てるよとブラストが返してきたのがこのサブジェクト、短く書いてある SBJCT と書いてあります、サブジェクト配列で、類似の程度によって並べてある。で完全保存されているアミノ酸ランキーは、F と F ですね、変異がランキーが上下にあるときは F って書いてあって、VI、GM、上と下で完全位置のところは、ないにその感覚が入ります。で、プラスが書いてあるのは、例えばロイシンとバリーみたいにですね、アイソリシンとロイシンみたいに、似ている、かなり似ている場合に、プラスが書いてあります。だからこの辺ごちゃごちゃごちゃとこういっぱい書いてありますけど、この辺は非常によく保存されている。次の段に行って、この辺、点々点とダッシュが入ってますけども、この辺は、上の配列にはあるけど、下の配列にはない、いわゆるギャップですね。と呼ばれるようなところになります。ただ、この辺はあまり保存が、低くて、この辺は非常に保存が高い。機能的に重要な部分なんでしょう、みたいなことも、推測、ある程度推測できるようです。で、なんでアライメントなんてものが必要かというと、遺伝子の構造と機能を推測するために必要です。で、上から下に時間が流れているときに、例えば人の中で、人のゲノムの中で一つの遺伝子が2つに分かれましたよみたいな場合には、これはパラログといいます。パラログの関係にある遺伝子です。で、分かれた時間が割と最近ならば、この遺伝子とその遺伝子がファミリーだろうし、非常によくみたいな働きをしているに違いない。でゲノムの何番染色体でこの遺伝子が分かっていたときに、他の、染色体がその後で決まったときに、これに非常によく似た領域があれば、ニュートラノン構造をこれ貼り付けること、マップすることによって推測できますし、構造も分かるし、機能も推測できる。こういう関係性を使って、推測できます。で人と猿の共通の祖先がありまして、人と猿に分かれました。というときに、同時にこの遺伝子が分かれたような関係性の場合には、これを酵素と言います。人と猿の遺伝子の、遺伝子のセット、ゲノムセットの中で一番よく似ている、相互に一番よく似ているものを酵素ログだという定義だと思っている方がいますけれども、そうじゃなくて、酵素ログというのは進化の過程で、種分化と同時に遺伝子が分かれた場合に酵素ログと言います。で、ただ、その時間、に沿って僕らは見ていられないので、ヒトとサルの中でお互いに一番近い、遺伝子であれば、オセロなんじゃないかと推測していただけなんです。それはともかく、オセロの関係にあれば、サルの中で分かっている遺伝子が、遺伝子の人のゲノムの中にあれば、これ、サルの遺伝子の機能が分かっていれば、この遺伝子の機能は大体同じでしょうという推測が効く。で、もちろん遺伝子の発見もできる。こういう、時間的な上から下への流れの中で、進化の過程でこういうふうに遺伝子分かれていくものですから、こういった状態を利用して構造や機能を推測しているわけです。で、そのためにアライメントを使うわけなんですけれども、アライメントの基本っていうのは、いわゆる昔からやられているのはドットプロットっていう方法があります。
これ考えると、この辺の斜めのところはいいとして、この辺のメモリ空間を確保するとかですね、この辺を評価するみたいなのは全く無駄なことでありまして、計算的には、非常に無駄が多い処理なんですね。これはもう大変なので、端折りましょう。昔々はもう全部評価してたんですが、このまま走りましょうという時代になってきてですね、データベースの中にある配列も膨大ですし、こういう処理もたくさんしなきゃいけないということですね。で、ファストレイというのがありまして、これは、僕が中小学生の頃にこれを使ってたっていうぐらいのものですから、もう20年ぐらい前ですけども、非常に古い、手法ですけれども、当時一番早い手法でした。でこの斜めの線を評価するわけなんですが、非常によく保存された斜めの線をまず最初に見つけて、で、その周りでだけ評価をしまして、例えばこうずっとこうギャップができたとですね、少しインデルがあったみたいなところを評価しましょうということをやります。で、この両側の三角形の部分というのは非常に根元も食いますし、処理時間も食いますので、無視無視というやり方をして端折って速くするという方法がだいぶ流行りました。でこれはだいぶ長いこと使われてたんですが、それでももう大変になってきて、もっと雑なやり方が、提唱されて、今皆さんが一番よくお使いのブラストという方法は、もっと雑な方法です。で非常によく保存された部分というのを探してきまして、でそこから斜めに伸びるところまで伸ばすと伸びなくなったらやめちゃえるというやり方ですね。だからもうこの白い広大な空間のメモリ空間とか全然いらないです。すごく楽になりたいと思います。だからすごく雑なんですけども、その単純な雑な方法でそこそこな、結果が出てくるというところがブラストの偉いところです。高額の商品とかですね。で、パブメドでもアンドレでもいいんですけども、皆さんお手元で、検索していただければ、ベーシックローカルアライメントバース2ですね。これがファートというブラストっていうんですけども、これの論文は、確実に引っかかってくるわけです。90年に、JOD に出てくるので、これは引用数は、例えば Google スカラで見ていただければ分かると思いますけど、引用数は大変なものがあります。で、この雑な方法でやって、なかなか結構いい数字が出ますみたいなことと、もちろんどういう方法を取っているかみたいなものみたいなものが、ちょっと適当な説明ではなくて、ちゃんと説明がありますので、もしご興味があれば。で、ブラストの種類は、何種類かありまして、例えばプロテイン、アミノ酸の配列ですね、プロテインの配列で、プロテインのライブラリ、プロテインのデータベースをサーチに行くときは、このキーを取ってブラストキーという、アルゴリズムを使います。で、ブラスト N というのはニュークレオタイド、塩基配列で塩基配列のライブラリを探していく。で、ブラスト X というのは、これはゲノムの中でやっている一番よく使うんですが、塩基配列でアミノ酸のデータベースを探しているわけです。問い合わせの核酸配列はアミノ酸に翻訳して、探しているということを言います。で、T ブラスト N というのは、プロテインの配列を問い合わせにして、塩基配列のデータベースを、データベースの方を翻訳しながら探しますから、これはなかなか問題処理になるんですけれども、探すというやり方。T ブラスト X は塩基配列で塩基配列を探すので、一見ブラスト N と似ている、ブラスト N と同じじゃないかと思われるかもしれませんが、それは塩基配列を全部翻訳しながら、ライブラリのデータベースも全部翻訳しながら翻訳します。で、こういうところで同じじゃないと思うかもしれないんですが、アミノ酸に翻訳すると、結局そのアミノ酸同士が似ているとか似てない、さっきのバリンと同士が似ている、バリンが違うものが全然似てないとか、そういうことはなっていますので、これは、アミノ酸に翻訳されるであろう塩基配列を観察するときにはとても有利なと思います。ただ、ものすごく重たいので、大変ですね。これはあまり公共のデータベースで受けると大変かもしれません。で、こんなような種類がありまして、ご覚悟を学べるようにやってみましょうということで、本件の MCBI ですね、これはブラストを開発した場所です。MCBI で、一丁ブラストをかけてみましょうということをやってみましょう。でここでは先ほどのアントレですね、アントレを、ね、検索してアントレを開いていただきます。で、アントレの中にゼロソフィア、ダブルコーテ
が、症状が指数って書いてある、タンパク質が6個出てきてます。で、6の数字をクリックしますと、一番、上に出てきているリザルトだと思うんですが、379アミノ酸プロテイン、トプシン2、ドストキア、ビリビスあたりを、これをクリックしてみましょう。表示が、資料のものと変わっちゃって、新しくなっておりますが、若干違いますので、あまり気にしないでください。で、これ、午前中の初っ端の講習でもやったんですけども、こうやってアントレで探してきますと、この右側のところですね、アナライズディス、これがはみ出してるんですが、右側のところにあるアナライズディスシーケンスというところに、ラングラストというのがあって、ファインディジョンのセミラリティビトゥインディスシーケンス、アナライズシーケンスユーズイングブラスト、ブラストを探して、この配列に似てる配列を探しに行きますよという機能と、下のところは、Identify Conserved Domains ですね。保存された、Conserved Domain、いわゆるアミノ酸のドメインを探しに行けますみたいな機能があります。でここでは、このラウンドラストというところをクリックしてあげてください。資料の方でブラストシーケンスってなってると思いますが、最近ラウンドラストっていうの表記がちょっと変わっています。場所は同じらへんです。でそうすると、ブラストエルセビアでいつもかけている方は、お分かりだと思いますが、おなじみの画面です。ブラスト P ですね。アミノ酸配列でアミノ酸のデータベースを探しに行きますよという機能が開きまして、でここに、エンターアクセッションナンバー GI をアクターシーケンスと書いてありまして、ここに配列を貼り付けることが多いと思うんですが、ここではさっき のアクセッションのナンバーですね、これが貼り付いています。NCBI のブラストをこのアクセッションのナンバー貼り付けてありますと、これを自動的に配列に展開してブラストが付けてくれます。とっても便利なわけですね。で、じゃあこの、アクセッションナンバーの配列で、探しに行くわけですが、ここで注意していただきたいのは、大抵の方、ここでノンリダンダントプロテインシーケンスっていう一番でかい、データベースに対して書けに、自動的に、これデフォルトなんで自動的に書けに行っちゃうと思うんですけど、これはノンリダンダントって書いてありますけれども、前番から翻訳した配列を、できるだけノンリダンダントにしてみましたよぐらいの意味で、リダンダンシーがすごいです。で、先ほど、コスメの方から DDBJ に登録するときには、データがちゃんと査定して変なこと書いてないか一生懸命調べますよという話をした直後で、どうかと思うんですが、DDBJ とか前番組延期配列を登録するときには、その字面の査定はしますけれども、それが本当に生物学的に正しいかどうかみたいな査定ってなかなかゲノム単位だとできなくて、結構間違いや文字、記載の間違いが多いんですね。で、これはあんまり、確かに非常に網羅的ではあるんですが、最初の初っ端の一発にかけるのはあんまり僕はお勧めしません。大きいし、時間もかかるし。で、ここでは、スイスプロットプロテインシーケンス。スイスプロットというのを選んでみましょうよ。やってみたいと思います。早いし、小さいので早いし、でスイスプロットというのはいわゆるキュレーターが、ちゃんとデータを見ていまして、配列そのものが正しいか、配列にそこに書いてある機能が正しいかで、統一された表記で書き直すみたいなことをやっておりまして、これはなかなかいいデータです。で、スイスプロットに変更していただいて、ブラストを押していただきたいと思います。この大勢で割ってやると、さすがの NCBI も大変なことになる恐れがありますけれども、頑張れ。はい。早く押した人は早く帰ってきて、遅く押した人はかなり遅く帰ってくるんじゃないかと思います。今すごいか、わーって混んでるんじゃないかなという状態ですが。
ですけど、昨日帰ってから風邪ひいて、うまくできそうか。ラストの結果、帰ってきましたでしょうか。帰ってくまで困ったりという方がいらっしゃったので、やってください。で、あ、帰ってきました。じゃあ、少々お待ちください。じゃあ、とりあえず先に行っちゃいますけど。一番上にこのタウンの 7TM1 っていうのが見えているはずです。で、これは先ほどご紹介したコンザーブドドメインズですね。CDD ってやつです。で、これは、7回膜貫通型ですね。7トランスメンブレンの1っていう非常によく保存されたドメインが真ん中辺にドーンとありますよということを示しています。でこれは詳しく見たテープが、これをこのリンクを開いてあげますと、セブンティーンワークも他のドメインもありますよみたいな表示が出てきましてですね、これは PFAM っていうプロテインファミリーというデータベースの00001番っていう、一番筆頭に数え上げられているような非常によく知られた、プロテインファミリーのドメインでして、G プロテインカップドレスシスターですね、マッカーズドメインが7個あって、で外からの刺激を、細胞の中に伝えるレセプターですよみたいなことが書いてあります、これを持っていることがサパの、ブラストをかけただけで一番上にパッと出てくるんです、これが出てくる場合と出てこない場合がありますけれども、これが出てきたら、よく知られたドメインがある、非常によく保存されたドメインがあるということですから、ぜひチェックしてみてください。で、その下にはグラフィックスがこうダーッと並んでいまして、上から、下の方にだんだん類似が低くなってきて、上の方は全域が非常によく似てるんだけど、だんだん下の方に行ってくると、C 末側があまり保存されてなかったり、N 末側が保存されていなかったり、保存が全体的に低いものみたいなのが出てきます。で、その下に行きますと、デスクリプションが出てきます。で、上の方から非常に順番によく似ている配列が並んできまして、で、もっと下の方に行くと、それぞれのですね、アライメントが出てくるわけです。これなんか非常に全域、非常によく保存されるものが出てきて、だんだん下の方へ行くと、保存が低くなったり、ギャップが非常に大きくなったりしてくるものが出てきます。で、このデスクションのテーブルのところを見ていきますと、例えばデスクリプションがあって、でスコアがあって、でクエリのカバレージですね、問い合わせに対して、引っかかってきたアサインメントのカバレージの捉え方とかですね、統計値の場合ですね、これはゼロに近いものをよく見ている。で、このリンク数というところに注目してほしいんですが、この G、青い G があるところは、これはアントレジンへのリンクです。でこれを例えば開いてあげますと、アントレジンはですね、遺伝子単位で情報を取りまとめてある非常に有用なデータベースでして、今ロプシン2で引っ掛けたのもちろん、遺伝子のデスクリプションとしてはロプシン2でフライベースという、ハエのデータベースの、ソースがここにあります。でそこへ取ることができます。で、トマイズのドロソフィラミラノガスタ、さっきかけたのはドロソフィラビビリスですでしたが、これ引っかかってきた、ドロソフィラミラノガスタの、データベースに対して、の報告になります。サブジェクト配列の報告ですね。で、ゲノムの上で、こういう構成をとっていて、コーディング、イントロエクソン構造はこんなになってますよと。で、ゲノムはこっちです。ゲノムはこっちかですみたいな形の表現があって、で、ゲノミックコンテクストですね、この遺伝子の周りにどういう他の遺伝子がありましてとかですね、いわゆる一般的なゲノムデータベースに入っている情報がここにずらっと非常に容量よく取りまとめられて入っています。ですので、
上の方にポンって出てきたら、その遺伝子に非常によく似た遺伝子について、まあ、非常によく取りまとめられた情報へのリンクがここにあると思っていただければ、良いと思います。で、ここに行けば、この遺伝子に非常によく似たこの配列に対する取りまとめた情報が得られますので、ぜひ、クリックしていただいてください。で、下の方に行きますと、例えば、この類似が報告された配列のまとめ取りができたりします。ゲットセレクテッドシーケンスですね。で、ここのところに、頭のところに、クリックできるボックスがありますけれども、これを、セレクトしてあげて、例えば上位、当たってきた上位10本の配列が欲しいわみたいなときには、クリッククリック10本、クリックしてあげて、セレクテッドシーケンスとかを、今のシーケンスが、アントリの方に飛びまして、ガサガサガサっと飛びできます。で、今はサマリのディスプレイがサマリになってるんで、デフィニッションが並んでるだけですけども、配列、例えばファストエフォーマットで配列が欲しいよみたいな時には、ファスターを選んで。このように配列がまとめ取りできます。ザラザラザラとですね。このようなことができたりしますし、例えばこの辺のディスタンスというよりはですね、繰り返ったりマルチプルアライメント的なものを出すということも、このままここから移っていくことができます。ただし、これから別のところで、別のところじゃなくて、BDBJ で、こんなふうなことができますよというマルチプルアライメントの、定番であるクラッシャル W みたいなものではないんですね。ちょっと違うやり方なので、固定的な手法を取りたいという場合には、これから後のところを紹介する BDBJ でクラッシャル W を使っていくみたいなことの方が良いことではないかなと思います。で、グラスのトップですね、今、配列を、検索して、ある配列をプロトキュラの動詞にすると検索して、そこからグラスのトップなんですが、グラスのトップのところから行きたいなというときには、グラスの CGI に入れるのが一番 CGI ですけれども、CGI グラスを検索して、探してあげる方が早いです。CBI ブラストで検索してあげますと、CBI ブラストがトップに来まして、これが CBI のブラストのトップ画面になります。で、特定の生物種にかけたいみたいな時には、主要な生物種はもうトップのところにあります。そういう書き方をする人が非常に多いので、ヒューマン、マウス、ラット、アラビドプス、シオリナスなどですね、ウソサピカはイネ、で、牛、ナンダーハンダ、ドソピラ、バルテ、これ、ニワトリとかですね。その辺はもうすでに既製品というかセットになって並んでますので、これだけ、この生物種にだけかけたいみたいな時には、このところから入っていただければよいと思います。そうでなくて、ジェンバック全体、あるいはジェンベクト全体に対してかけたいみたいなときには、このベーシックブラストから入っていただければよくて、ニュークレオタイドブラストがブラスト L ですね。で、プロテインブラスト、ブラスト P。で、ブラスト X、ブラスト N、T ブラスト X。T ブラスト N、T ブラスト X と。この辺からそれぞれの機能で入っていくことができます。でその他、この下にはですね、スペシャライズドブラストといって、プライマー、プライマーを設計するためのプライマーブラストであるとか、トレスアタイムですね、をサーチに行くとかですね、コンザルトドメインで探しに行くとか、こういった特殊なブラストがあります。で、いつもそのブラストの P で、UR に対してかけるっていう意味ではなくて、用途に応じて、あらかじめ生物種を決めて入っていくとかですね、この辺をスペシャライズブラストに使ってみるとか、そういうことを、ぜひやってみてください。
ブラストの追加情報ですけれども、まあ、例えばあれですね、統合 DB にもちろんブラストがありますので、Google で、まあ、統合 DB ブラストで検索してあげればですね。統合 DB のブラストの紹介があったり、見れたり、あるいは、これはなかなかマニアックなんですけども、ローカルブラスト、自分の Mac の上で、ブラストのサービスをしたいみたいな、ブラストがかかるようにしたいみたいな一通りのセレクションがあったりしますので、ぜひ、ご覧ください。で、あとですね、CDNA とか ESD みたいな転写産物があって、すでに手の上が決まっているセレクションでマッピングするときには、グラッドというのがありまして、これはこっちの方が早いです。で、UCSC のゲノムバランスですね、まあ、いわゆる UCSC ゲノムブラウザというやつに、この方にグラッドと言いまして、このブラウザに入っている生物種で、ほぼ完全一致なのを探したいときにはグラッドの方が早かったりします。何でもかんでもグラッドの経過が一定のものでもないので、この辺はルートとして使い分けていきます。で、ここからですね、物質進化解析、まあ、僕は専門物質進化じゃないので、あれなんですが、物質進化解析をするやり方としての、まあ、定番の流れについてちょっとやってみたいと思います。でまず、まあ、解析する配列を入手する方法ですが、まあ、自分で実験して配列を持っている方はもちろんそれでいいですし、データですから、配列を入手する場合には、まあ、例えば、さっきのハントレであるとか、あるいは DDJ のアルサであるとか、であるとかから配列が入手できます。で、それに対して相当性のある配列を探すということをします。まあ、これはブラストですね。で、それで、ブラストで見つかってきた非常によく似た配列で多重整列、マルチプラナイミングを実行してあげる。で、これはクラスタル W というのが定番の設定であります。で、そのマルチプラナイミングをもとに、系統図を書く、みたいなことが最後に来るわけですね。で、まあ、この流れに沿ってやってみようと思います。まあ、今からやってみる練習問題ですけども、多重電子を用いた系統図解析、あと、コック水電子ですね、まあ、積水動物機関で共通に存在するものを使って、マルチプラナイミングを書いていくことをしていきたいと思います。で、あとは、これは DDJ をフル活用しているということで、比較で、まず DDJ に行っていただいて、今度はアルサで配列を探すというところをやってみましょう。DDBJ の、ホームページに行っていただいて、ARSA ですね、まあ、でもアルサで検索してもいいですけど、ARSA のサーチページに行っていただきます。でここではですね、FOX-C8&マウス、マウスの FOX-C8 で検索をかけておきましょう。そうすると、入力ミスがなければ多分、DDBJ で、9本、ミクロトスイスプロットで13本みたいなものが出てくることになります。で、ここで、DDBJ の9本ある配列、この DDBJ の9というところをクリックしていただきますと、検索結果が、返ってきましてですね。なぜか、マウスで探さないこのサピエンスの、オルゲノシプラシーケースのうちに1本が当たってきたりですね、これも、マウスのオルゲノショットガンのシーケンスの中の1本ですね。で、ラットが当たってきたり、このサピエンスが当たってきたり、大変なことが当たってきましたが、ここで使おうと思ってたのは、なぜかこのサピエンスが BC-053-898 ですね。
この上から3、4番目にある BC053898 ホモサピエンスのホメオボックス C8 の配列を使ってみようと思います。そうすると例によってゲットエントリーのなんか青っぽい画面が出てまいりまして、何回か出てきたこのいわゆるフラットファイルフォーマットというやつのデータのセットが出てきます。で、今ここではアミノ酸配列を使って類似の配列を観測して、その類似の配列何本か集めてモルチプララインと書こうと思いますので、このアミノ酸配列のトランスレーション、スラトランスレーションという部分ですね、まあ、CDS コーディングシーケンスのフィーチャーがついている中のクオリフィア、トランスレーションとクオリフィアの中にMSSY なんたらなんたらで、KENKB この配列の部分を、使ってプラストをかけようと思います。で、P とマウスで選んで投げてですね、このアミノ酸配列の部分、ダブルコーテーションで囲まれたアミノ酸配列の部分を、選んであるんですね。Mac だとこのプロペラみたいなコマンドマークプラス C、同時に押すと、まあ、いわゆるコピーですね。で、インドルがコントロールプラス C で、コピーになりますけれども、コピーしてあげて、で、これはこれで置いておいてですね、今度、今のコピーした列でブラストをかけたいと思います。もうこのアルファのページはいいので、CDBJ のホームページいただいて、で、ブラストを叩いてます。で、プログラムはブラスト P ですね、アミノ酸配列を問い合わせにしてアミノ酸配列データベースに対して探しに行きます。で、ファイルアップロードかコピーペーストしようという、この大きい方のコピーペーストのところの箱に、ペタッとさっきコピーした配列を貼り付けてあります。これは Mac だったら、コマンドと V を同時に押せばいいし、Windows だったらコントロールと V を同時に押せばペーストになります。で、いろいろパラメータを設定したりすることが下にあるんですが、今回はこれ、先導してありますが、今入力内容の送信とかいう見方になってました、で、送りますと、受付番号はこんなんです。で、リザルトを見るのはここだよっていうのボタンが出てくるんですけれども、これは、結構時間がかかるかもしれないです。これだけ上についていっちゃうと、まだ、結果が得られてない方は、
さんの計算機があるわけではないので、まあ、ちょっと待ちます。どうでしょうか。まだ、結果は返っていないから大丈夫かな。じゃあ、ここからいきます。で、基本的にまあさっきの NCBI みたいに整理はされてませんけれども、まあ、同様にプラスのバージョンなんかもありまして、この一覧がやってきまして、でその下に、グラフィックスの、まあ、さっきの NCBI と逆ですね、さっき NCBI は一番上にグラフィックスがあったんですけれども、DDBJ の場合はディスクリプションのリストがありまして、その下にグラフィックスが出てきます。で、最後のところにアライメントが出てくるわけですが、ここから、この結果からですね、マルチプルアライメントに持ち込みたいというのは、このグラフィックスのところの、ボックスですね、ここをセレクトできるわけなんですけれども、このところを何本かセレクトしてあげて、で、クラスタルダブルに行きますよっていうボタンを選んでおくと、マルチプルアライメントの機能に行きます。で、まあ、このスコアですね、スコアと範囲を指標にしながら、何本かけますかねみたいなのを配列を取得してくれています。で、例えば、このあんまり似てない領域のボタンであったりするのは、こういうのもしかしたらパーシャルの配列かもしれなくて、こういうのを混ぜると、ちょっと、特例のないマルチプルアライメントになっちゃったりしますので、まあ、こういうのは避けながら、すごくよく似てるのを何本か選んじゃったんで、ものすごい綺麗なマルチプルアライメントができてますけれども、こんな感じで、複数の配列を、考えながら、一番よく似た形になるように、並べてあげるという、これがマルチプルアライメントです。
質の濃いものは分けているはずです。で、よくやるのはここから蛍光銃を描くようみたいなところなんですけれども、蛍光銃はさすがにウェブの上で描くとまあ不便ですし、あまりこの樹形をいじくったりとかですね、書き換えたりとかやりにくいので、まあ、この結果をもとに蛍光樹を書きたい場合には蛍光樹を書くためのソフトウェアを別途ダウンロードしてきて、この蛍光樹のための、まあ、いわゆるディスタンスの、それぞれの配列がどういう距離で、分かれているかみたいな、このデータを使って蛍光樹のソフトを使って書くということが多いあります。で、例えばこのデータはこの query.ph というところに書いてます。で、よく騙されるのがですね、なんでこれを表示するのか、このクラスタルタブではよくわからないんですが、query.dmd とかですね、query.anaval、これはまあアライメントだからしょうがないんですけれども、これは結果ではないです。結果のため のガイド樹とですね、これは違うんですね。最終的に蛍光樹を書くときに使うのは query.ph を使います。で、これをクリックすると、単にこの下に出ている距離の情報が、距離のファイルがテキストデータで手元にダウンロードされます。このデータをもとにこういう、まあ、いわゆる蛍光樹を書いていくソフトウェアです。で、マキントッシュ、Windows、まあ、それぞれありますので、もし今ここで、あと30分ありますので、もし今ここで蛍光樹を書いてみたいという方は、ここからダウンロードして、今の部屋で、なんとか pH、QLDH を読み込ませて書いているというのが、こういう形です。まあ、こういう課題をして、リビューで蛍光樹、まあ、これスランプを書くやつとか、まあ、今のはクリックが応用課題ですけれども、他には、まあ、例えばクラッシュダウンの処理とか、ギャップペナルティ、ギャップを開けるときにペナルティをすごく開けるとなるとギャップを開けないようにし、すごく緩くしておくとなるとギャップを開けるようにするので、マルチプラライトの形が大きく変わってきますし、例えばブートストラップ3を計算していて、まあ、ブートストラップ値を系統値に入れるとかですね、あとはもしダウンロードして使ってみるのであれば、蛍光樹の形を変更してみたい、ブートストラップ割を表示するみたいなことを、やってみていただけたらと思います。で、ここから先はですね、いろいろ終わりましたみたいな話なので、あんまり内容のある話ではないので、今、プレビューをやってみたい方は、ぜひそのまま進めてみてください。で、分からなければ、今ブラストをご紹介して、その前に、まあ、昔よく使われてたファスト A っていうアルゴリズムがありましたよというお話しましたけれども、これは割と最近まで DBJ で提供してたんですが、もうさすがにいらないだろうということで、終了しました。ファスト A とかリサーチ、サイバース、ジェルネット、キーパーみたいなのは、ここで提供してない、今や提供していません。で
配列の類似がそんなに高くなっても機能的に関連している配列を見つけ出すというやり方をする検索です。まあ、ブラストを繰り返すからサイクラス、日本語で、しゃべるとサイクラスという感じです。で、まあ、細かいことはどうでもいいんですけども、ヒットしてきた類似配列からですね、文化的スコア行列というのを作って、また、教育クリエイター配列を広げていくという検索をしています。まあ、要するに一言で言うと、ブラストでヒットしてきた配列の特徴を集計して、それで繰り返しますと、で、DDBJ の場合は、このサイクラスを終了しておりまして、NCBA のサイクラスはとても使いやすいので、DDBJ で、提供することもあるということで、で、サイクラスで、調べ方をするというのは、統合 DB のサイクラスで検索していただきますと、で、ちゃんと、素敵な動画があって、どうやればいいかというのを表現されておりますので、ぜひご覧ください。DDBJ のサービスは終わっていますが、NCBI では使います。で、それから、HMMP ファームというドメインやオブジェクト探しの、サービスを終了しているんですが、まあ、なぜそれを終了しているかというと、もっといいのが世の中にあって、DDBJ で提供しているはないからです。で、おすすめなのはインタープロスキャナーというのがあります。で、DDBJ でこれ単体が HMMP ファームだけ提供してたんですが、インタープロスキャナーに行けば、いろんなドメインデータベースを口出しでエイヤーと調べることができて、しかも結果も見やすくて、素敵なプラグインとか出てきて、まあ素敵というわけなので、これをお使いになることを強力にお勧めいたします。で、例えば、アミノ酸配列で、インタープロスキャン、まあ、とにかく、まあ、何でも売れば、名前だけ覚えていれば、URL とか覚えている必要は全くなくてですね、インタープロスキャンでググっていただければ、特に出てくるのは、この PBI ですね、PBI が提供しているインタープロスキャンの、シーケンスサーチというですね、で、まあ、様々なファミリープロテインのファミリーとかドメインとかを、のデータベースでエリアと口出しで調べることができるので、まあ、例えばさっきコピーペーストした配列をクリアしてなければ、そのままベタって貼ればここに貼り付くと思うんですが、まあ、これで、サブミットジョブを起こして、まあ、しばらく待つだけで結構分かってきます。オメガボックスの、何とかでしたので、ボックス CA とかでしたので、まあ、オメガボックスのドメインが、この辺にこういう1個ありますよみたいなのが出てきて、まあ、いろんなデータベースで、記述されている、まあ、ほとんど同様なものもあればちょっと違うということが報告されているので、まとめて、見ることができます。で、こういう便利なものがありますので、まあ、DDBJ の HMP ファームだけ、提供しているようなプロテインファミリーのサーチエンジンはやめちゃったんですが、まあ、ぜひこういうのを使って